錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は鮮魚の山椒さんに伺います。美味しそうなお魚、鮮魚がいっぱい並んでいます。早速ご主人にお話を伺います。こんにちは、失礼します。はい、はい、お話を伺いますのはご主人の中内正和さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中内さんはいつも中でこう魚を調理されてますね。はい、はい、あのやっぱりこう皆さんのご依頼があってから。そうですね、はい、その方がやっぱりあの新鮮な魚をさばけるか、おろしてからね、はい、お客さんに食べてもらう。そうですか。ということで、はいはい、あの中がとっても広いんですけれども、これはやっぱり錦の水を使いながら魚をさばくという、そういうことですか。はい、ちゃんと井戸水が取ってますんで、はい、はい、まあ、錦の水が欠かせませんね。はい、はい、さあ、今のシーズン何がおすすめでしょうか。今はやっぱりこれからハモですね。はい、ちょっと、はい、見せていただけますでしょうか。はい、どうぞ。はい、ちょっと一緒に来ていただけますか。はい、はい、ハモが店頭に並んでますけども。はい、わかりました。はい、これは池ハモですね。はい、池ハモ、はい、それから、はい、まあ、隣にヒラメの、ね、中骨というか、ありがとう。はい、あのハモは、まあ、いろんな大きさがあると思うんですけれども、どうでしょう、中内さん、おすすめの大きさというのはありますでしょうか。だいたい落とし、ハモ落としにするにはやっぱり300から400までぐらいの大きさが一番おいしいと思いますけどね。はい、あともやきハモとか天ぷらとかそういうのやつをやっぱり少々大きくても300から500ぐらいまでで。どうですか、ハモの、はい、おすすめの食べ方、はい、じゃあ最後に教えてください。ハモはやっぱり落としですね、はい、これから夏場。そうですか、はいはい、あまり茹ですぎないというか、熱湯を加えすぎない。熱湯 で、ね、で1切れ、無切れずつ、あ、そうかそうか、ちょっとずつ、一気にちょっとずつ、はい、もう7秒か8秒ぐらいで。はい、わかりました。はい、かけてます。はい、もう夏過ぎるぐらいまでは美味しいですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。